カウントがこうエンドラン出しやすい、しかもピッチャーはねボール球投げづらいカウントになると成功しやすいですよね。トキャンコースカイダナイスプレーだ。涌井、内村を刺しました。これで2アウトランナーなくなりました。よく見てましたね、涌井はね、苦笑いというか苦笑ってはいませんね、口のほもとはちょっと見えませんでしたが、大城監督今のように逆を完全に突かれました。さあ野球のこの方に集中したいと思いますが、5回の表イーグルスは内村が出て、そしてバッター高須です。ランナースタート、盗塁成功。内村が今度は初球から走ってきました。先ほどはやられた内村ですけれども、今度は一気にやり返してきました。ノーアウトランナー二塁、押しも二塁へ送球を見せましたが、俊足内村盗塁成功です。初球から来ましたね、14個目の今シーズン盗塁成功です。1回牽制で刺された後ですけどもね、はい、そうですよね、本当にまあ、盗塁というのは勇気が必要だというんですけどもね、勇気を持って走りましたね、はい。